大阪市では今日から飲食店への時短営業や休業要請が始まりました。北と南の繁華街がある大阪市の北区と中央区の全域で、大阪府は今日から来月11日までの間、酒などを提供する飲食店などで営業時間を午後9時までに短縮するよう要請し、感染症の対策を取らないカラオケ店などへは休業を求めています。がっかりですね。忘年会も、多分今年は無理だと思います。大変痛い、この繁忙期に非常に苦しいですが、やはりその医療現場を考えればこうせざるを得ない。